自分たちの良さを消してまで歌舞伎町で生き残っていこうとは思ってないです、うんうん、プロだったらモチベーションは自分で管理するべき、うん、気がついたら俺自身の求心力がなくなったんですよね。はいはいはい、よく見せぐるっていう、まあ、僕はすごい素敵な言葉だなと思って、うんうん、俺は本当にすごい店になるんじゃないかな。対お客さんに対して新宿だから変えたっていうよりはそのお店側を変えていった、新宿に合わせて変えていったっていうような変えたというよりは取り入れていったっていう方が正しいですかね。うん、変えてはないんですよ、スタイルがやっぱりどうしても、うん、俺たちの良さなんで自分たちの良さを消してまで歌舞伎町で生き残っていこうとは思ってないです。うん、通用性方はしょうがないなって思いながらでも入れていく、うん、このもともと俺たちのこの枠がある中にそれだけでやるんじゃなくいろいろ入れていってまだたくさん器あったんで、うんうん、それが僕の器なんですけど、うんうんうん、たくさんあったなと思って、うん、それでちょっと入れていったっていう感じですかね。でも確かに前々回このうちの店に来ていただいた時にそのスタッフの方連れてきていただいて、はい、すごいこう真剣にその一緒に福岡から出てきたスタッフの人たちと語り合ってたじゃないですか、はいはい、あれ見た時にこう、 うわーなんか働いてるスタッフ一人一人に対してもう全力投球というか、うん、もう愛を持って成長してもらおうっていう、うん、こうでどんな言葉を投げかければみたいのを必死に探しながら声をかけてるっていう感じがして、うん、すごいなっていうその、まあ、だって従業員いっぱいいるわけじゃないですか、はい、でその子たちとそんな付き合い方をそれもあんなね仕事終わったもう朝方の時間に、はい、あのテンションで向き合えるってすごいなと思って。うん、そうなんかちょっと反省するというかこう、そうですか。とかだと昔はみんな でこういうふうにやったら最高じゃないっていうんで、でモチベーション下がっちゃった子たちがいるとなんとかモチベーション上げてもらおうと思って、うん、じゃあ飲みに誘ったりとかっていうのあったんですけど、だん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 こう、あでも人ってモチベーションってどの道いつか下がんだなって思った時に、うん、俺ずっとその、まあ、スタッフが例えば100人超えてきたりすると、はい、必ず毎月誰か辞める人はいるし、うん、モチベーション下がる人はいるし、そうですね、ってなった時にそれ毎回やってたら俺毎週誰かのモチベーション上げのために何か必死に喋って時間取ってってなったら、うん、俺はなんかこうみんなのモチベーション上げ係みたいになっちゃうなと思って、はいはいはい、で結構俺バッサリそこ切ったんですよね、もう人のモチベーションには関わらないっていう、プロだったらモチベーションは自分で管理するべきだし、その上でモチベーションの高い人とやりたいっていう、まあ、大前提で、まあ、もともとその会社をこんな感じでやる前の段階では自分のやりたいこととかは、うん、こう少なくとも俺はやるけどねって誰もついてこなくてもっていうものを持って何かを挑戦するっていうスタイルだったんですけど、はいはい、まあ、だんだんこう店増えてくると絶対一人じゃできないじゃないですか。そうですね、やっぱチームでやらなきゃいけないんだけれども、うん、ただチーム戦が、あ俺得意じゃないなってできなくはないというか、もともとは得意だと思ってたんですよ、はいはいはい、モチベーション下がった人がいたらまたその人の前で夢を語って、はい、でいやこうこうこうだからさ一緒に頑張ろうよっていう、うん、でもある時俺そればっかやってんなと思った瞬間、結構スッと冷めて、本当は自分のモチベーションより上げなきゃいけないからのに、うん、こう下がってる人に合わせちゃうと自分のモチベーションも一旦立ち止まっちゃうじゃないですか、うん、もう本当は明日にでもこれをやりたい、うん、だけどモチベーションがついてこない人がいるとそこのモチベーション上げに行くのにまず1日2日取れるわけじゃないですか。そうすると自分が取りたいものがこれなのに、うん、なんか回り道になっちゃうなって思って、でそっから一切やらなく俺はなっちゃったんですよね。だからもう採用も自分で、それまでは面接とかも自分でも採用はしてたんですけど、はい、採用もしないって言って、でスタッフとのコミュニケーションっていうのも、うん、いわゆるその授業を任せる人をつけて、うん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 、その人に任せますと、取るのも、もう人事権全部渡すから、うん、人を誰を入れるかもそうだし、うん、そことどうこうどうっていうのも任せて、で俺は
もうそこに口出さないっていう話をしちゃってから、仕事自体はすごいやりやすくなったんですよ。はいはい。でそのチームの中から新しいものをやるときに必要な人に声をかけて、うん、こういうのやりたいんだけどここここで一緒にコーヒーって手伝ってよっていう話をして、はいはい、でその自分の周囲にいる、まあ、4,5 人のモチベーションがちゃんと高ければそれで OK って思っちゃって、でそのまま何年かかやってたら、まあ、事業自体バーッと広がっていったんですけど、はいはい、気がついたら個々のこと全然名前も分かんないみたいな状況になって、俺自身の求心力がなくなったんですよね、はいはいはい、そのどんな人か分からないとか怖そうとか思われたりとか、でだから俺が仮に全体会議とかで何かを言ったところでみんなもうイエスとしか言わなくなるじゃないですか、はいはい、うん、まあ、要は普段コミュニケーション取ってない人が急に何か偉そうなことを言ったところでそこまでも賛同というか共感は得られないじゃないですか。そうですね。で最近になってちょいちょい各部門を任せてる人からもうちょっとスタッフとコミュニケーションを取った方かというようなダメ出しは言われるようになっちゃって、はいはい、なので、ね、そんな時にその姫野さんがこの前このあんな YouTube5 時の段階ですごい朝までこう必死にスタッフの人たちと向き合ってるのを見てやっぱそうですよねみたいなちゃんとしなきゃダメですよねみたいな感じのなんかちょっと勉強させられたというか、うん、いやでもやっぱそれだけの規模になると、うん、正直一人が見れる限界って限られてると思うんですよ、うんうん、やっぱ自分のやりたいことを大きくするのにはやっぱチーム戦で正解だと思うんですよ、うんうん、なんかそのホストの人のイメージって、はい、個で戦うイメージがプレイヤーでいる時っていうのは、はいはい、個人戦での競争というかそのお店の中で同じ会社の中で個々の戦いがあって誰が勝つかみたいなイメージが はい、あって、でそこからまあ、今 そのお店を任されるっていう経営するっていう立場になると今度はチーム戦というか、はいはいはい、こうどうチームで勝つかっていう戦いに変わってくる気がするんですけど、うんうん、その辺のなんか戦い方の違いとかって、戦い方の違いというよりは考え方の違いなんかなって僕は思ってて、うん、ホストも一人のお客様を楽しませるのって一人じゃ限界あるんですよ、うんうん、もちろん好きとか楽しいとか、うんうん、そこにそのお客様が求めてるものに対してこっちが答えていく、できることはできる、うん、できんことはできんっていう風にやってるんですけど、うんうんうん、例えば自分のお客様をやっぱみんなが楽しませようという気持ちを持ってくれた方が、うん、そのお客様がより楽しんでもらえるのは間違いないと思うんですよ、うん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 、なんでよく店ぐるっていう、まあ、ホスト業界の言葉があるんですけど、うん、僕はすごい素敵な言葉だなと思って、うんうん、自分の大切なお客様をみんなが一緒になって楽しませてくれる、うん、ああ、そっかそっか、それはそれでチーム戦なのか、うん、だけどすごく素敵なことだと僕は思ってるんですよね、うんうん、ちょっとなんかあんまりいい言葉としてとらわれない言葉なのかなとは思ってるんですけど、店ぐるっていうのは、うんうん、みんなで楽しませようとする、その心意気、気持ち、そうですよね、しかもそうするってことは、うん、自分に利なんかないじゃないですか、うんうんうん、個人戦で言えば、うん、その人楽しませたところで自分にお金なんか1円も入ってこないんですよ、うんうん、ヘルプっていうものは。でもみんなでこの子楽しませてあげようって担当のことがやっぱ好きやったりするんですよね、従業員がその子のこと好きやけ助けてあげたい、うんうんうん、盛り上げてあげたい、うん、この子が大切にしているお客様だから一緒に楽しませてあげたい、うんうん、これこそ本当の気持ちだと思うんですよ。うーん、一緒にその子に担当が求めているものっていうのはやっぱこの子楽しませたいじゃないですか、うんうん、それに対してこのお客様がどう受けてどうお金を使ってくれるかなんで、うんうん、別にシャンパンを煽る必要も、ね、うん、なく、うん、気持ちいいから楽しいから今日はシャンパン入れちゃおうって思ってもらえたらそれはありがたく受け止めるし、うんうん、そしたら担当も嬉しい、うんうん、お客様も楽しい、俺たちもこの2人が喜んでくれとうことに対して嬉しい、うん、楽しい、やってよかった、うん、やりがいを感じて、みんながみんなに対してそれができたら、うん、俺は本当にすごい店になるんじゃないかなっていつも思ってて、じゃあ例えば、福岡でそのナンバーを目指すときに、はい、ナンバー2、まあ、ナンバー3とかだったときって、うん、まあ、周りにライバルがいるわけじゃないですか、はい、
でそこと、まあ、言ってもその競争、売り上げの競争をするっていう時に、はい、で自分のお客さんをいかに楽しませるかっていう時に、おそらくそこで数人のチームみたいなのがまずできると思うんですよね、はい、その自分のお客さんをケアしてくれる、うん、まあ、そのナンバーワンなりその上にいる人たちとかライバルの人たちにもおそらくいるわけですよね、その人を慕っている人たちで、うん、はい、でそこでの、まあ、いわゆるチームの勝ち方、まあ、要は、うん、お客さんを自分がプレイヤーとしてどう楽しませるだけじゃなくて、その自分のそのお客さんを周りが助けてくれるように、その自分のチームの作り方というか、うんうん、その勝ち方みたいなので意識されてたこととかってあります？なんかよく派閥とか聞くんですけど、うん、本当にうちのグループっていうのはどの店舗も派閥が一つもなくて、うんうん、それこそさっきおっしゃったトップって見れる人数限られてるでしょ、うん、だけ5人見れたらいいと思ってるんですよ、うんうん、じゃあその5人が5人見ればいいんですよ。でもこのトップはこの5人をしっかり同じ志気持ちにならないと結局ピラミッドとして成立しなくて崩れていくんで、うん、僕は基本もう5人が多分限界だと思うんですよね、うん、僕のまだ今はその5人だけしっかり固めて、この5人が俺がやったように同じように5人固めてくれれば、うん、そのまた5人が5人見てくれて、はいはい、ちゃんとそこがしっかり固まっとけばいいかなと思って、じゃあその5人ともみっちりコミュニケーション取ってっていう、そうですね、うん、でも、まあ、まだ人数少ないんで、入ったばっかりの子たちとかも全然ご飯行くし、うんうん、どうって聞いたりとか、面倒の見方もやっぱ違うんで、うんうんうん、いろいろこう話聞いたりして、うんうん、あ、そっかそっかっていうことをしてるんですけど、なるほど。ああでも今5人って聞いて、うくその数年前にいわゆるそのスタッフとの付き合い方時に、あの、まあ、事業を任せる子に言ったのが、はい、俺多分、まあ、いわゆるその人付き合いのキャパがなんか5人ぐらいが限界だわっていう話をしたんですよね。あ、はいはいはい、なんか一緒にやってて、その身近にいる5人だったらその人のモチベーションにも気づくし、うん、自然とこう、いやでもこうこうこうだからこうしようよって言えるけど、それが10人20人とか100人とかなるとこうよく分かんなくなるから、俺多分キャパ5人ぐらいなんだなって、人付き合いがしっかりできるのがっていうような話をしたのを思い出して、はいはいはい、で、あ、そっか、じゃあ姫野さんでも5人だったら俺も5人でも必要かしかないなみたいないやでも5人をしっかり固めれるだけでも僕は相当すごいと思います。うん、うん、Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always walk on the wild side.